ようございます。マレーシア最終日の朝です。そう、今ね7時前なんですけど、まあまあ日の出がまだまだで、本日こんな感じのお天気、夜明けが遅いので、じゃあということで、まあ朝ごはん食べに下に行ってきます。では、はい、ということで朝ごはん食べに来ました。めっちゃ豪華です。オムレツとマッシュドポテトとハムとデニッシュと、今回これ新登場、スコーンを食べてみたかった。で、パパイヤとスイカで、ドリンク、コーヒーとオレンジジュース、いただきます。電車で乗るターミナルまで来ましたよ。ターミナル1の場合は今ぐらい言うほど混んでないので大丈夫ですけど、 KLI2 はすっごいめっちゃ混んでるみたいなので、早めに行った方がいいという評判をよく聞いております。まだ9時、めっちゃ早い、9時ぐらいに来てもよかったんじゃないだろうか。今頃来てもよかったような気が、めっちゃ一瞬やった。とりあえずシンガポール。 Thank you for waiting, ladies and gentlemen. All remaining passengers are present for boarding. Services are open to your bedroom flight. まずはシルクエアでシンガポールまで行って、そこからまた乗り継ぎでございます。とりあえずシンガポール、ここから次大阪駅に乗り換えて帰ります。トランジットの時間あとどれぐらいあるかなんですけど、ちょっとまず行くゲートを探して、そこからちょっとうろうろお時間があったらしようかなと思います。次のとこはね、ターミナル3の端っこらしてみよう。スカイトリー2回も乗るんやって。スカイトレインのでも久しぶりやな、行き歩きやったで、ね、3にやってきました。マーライオン発見、空港で何なくお会いできる。こんにちは、マーライオンさん。こんなところでお会いできると思いもしませんでした。電車乗ってきて、また再び電車。カップヌードル売ってる。最近はマミンクなったね。インスタントヌードルズReady in only 3 minutes. 3分でカップヌードルが出来上がるそうで、あ、マジでカップラーメンが一番にある。で、あとお菓子とか。この辺結構綺麗やな、新しいのか。めっちゃ綺麗やん。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。え、待って、ターミナル3なボーディングブリッジがめっちゃいい匂いするねんけど、どういうこと。すごい高級感、高級感ただめっちゃ綺麗やし、いよいよやっとシンガポールから日本行きの飛行機に乗って帰ります。マレーシアめっちゃ楽しかったかな。一瞬やった、まあ、帰りもどうせあんまり起きてないですが、サービスがいいと言われてるそうで、言われてるらしいです。何も知らない、本当に何も知らない。ここにヘッドホンがあるので、イヤホン欲しいと思います。
ってきた。ずっといた。今夜の9時ぐらい。ああ眠たい。ありがとうございます。もしこの動画が面白かったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。また見てね。